Hola muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal。 さあ、ついに手を出してしまいました Netflix。 以前ね、映画で学ぶスペイン語という動画出しました。でもね、その時取り扱った映画っていうのがちょっとね、古かったかなって、2011年のアンダルシアという映画だったんですけど、ちょっと古かったかなと思ったので、比較的に新しいものを取り入れようと思い Netflix に手を出しました。で、何を取り扱うかというと、はい、スペインではね、2017年から放送が始まり、ヨーロッパやね、世界中で人気となったドラマ、スペインドラマです。ラカサデパペル、他日本語だとペーパーハウスと言いますね。このチャンネルをご覧になっている方の中にも、やっぱスペイン語のドラマっていうことで、このペーパーハウス、ラカサデパペルご覧になっている方も多いと思います。私はね、見たことなかったんで、ちょっとこの動画を上げる、これをきっかけに1話から見始めたいと思います。そして1話見るたびにこの動画1つ上げようと思います。前編でスペイン語なので、取り上げる部分、スペイン語の解説のしがいがあるというか、取り上げる部分がね、結構多いので、1話ずつ見ながらアップしていくんで、次の話が分かんない状態で動画を撮ろうと思うので、ちょっとね、面白いと思いませんか。で、スペイン語の解説の後には、その1話2話だったり、その話の感想もね、入れていきたいと思うので、皆さんと一緒にこのドラマを楽しめたらなと思っています。ぜひね、見たことない方は Netflix で私と一緒に見始めませんか、ね、ちょっと面白くないですか、そういうの。なので、動画の最後の部分、最初の部分はスペイン語の解説で、最後の部分にだけちょっとネタバレ要素が入るっていう感じにしたいと思うので、ちょっとね、面白そうじゃないですか。ぜひ皆さん、まだの方一緒に見ていただけたらなと、ワクワクしながらこの動画見ていただけたらなと思います。こんなね、企画なんですが、どうぞお付き合いください。よろしくお願いします。まず最初のシーンというかフレーズなんですが、これです。聞いてみましょう。日本語字幕を見ると、少し時間あるとなっています。これはね、そのままですね。 tienes はテネール、持つという動詞の二人称単数、 un minuto は1分なので、1分ある、1分持ってるっていうことですね、直訳すると。なので、少し時間あるっていうことになります。まあ、これはあんまり詳しく説明しても大丈夫だと思います。次のシーンです。 yo llevo pensando en esto mucho más tiempo para no volver a trabajar en mi vida ni vosotros ni vuestros hijos yo llevo pensando en esto mucho más tiempo para no volver a trabajar en mi vida ni vosotros ni vuestros hijos。まず一つ取り上げるのは、ジェバールと現在分詞、まあ、現在進行形ってやつですね。これは時間をかけるとか、何々し続けるという意味があります。この場合はペンサンド、ペンサール、考えるという動詞が使われているので、ジェボペンサンド、考えてきた、ずっと考えてきたということになります。そしてペンサールという動詞、これ後にペンサール、エンなんとかってくると、エン以降のことを考えてきたということになるので、エン以降のエスト、これについてずっと考えてきたということになります。ムチョティエンポって言ってるので、ずっと、本当にずっとね。で、字幕も長年を要したってなってるんで、ほうほうほうと。で、この同じフレーズの中で次に紹介するのが、パラノボルベラトラバハレミビダです。パラは何々のために、ボルベラは何とかで、もう一度何々する、ボルベルが戻るなので、もう一度何々するっていうことになります。で、トラバハール、働くなので、働き、もう一度働くことはない、エンミビダ、私の人生でってなりますね。否定ののがついてるので、ノボルベラトラバハレ、働かない、もう働かない、エンミビダ、私の人生でってなりますね。つまり、まあ前後の文脈、これはちょっとネタバレ入っちゃうんであんまり言わないですけど、前後の文脈、総合的に訳すと、まあ成功すれば一生安泰、まあ働かなくてよくてお金が入るなら、まあ一生安泰ってことですね。うまい訳ですよね。で、そしてそのまま続いて、ni vosotros ni vuestros hijos とあります。このにというのは否定の and、い、否定のいでにだと思ってください。い and で何度もつなげるときって、なんとかかんとかかんま、なんとかかんとかかんま、いなんとかじゃないですか。最後のところの前にいがつくんですけど、否定のときは毎回にがつきます。になんとか、になんとか、になんとかですね。なので今回はにぼそとろす、君たちも、にぶえストロスイホス、君たちの子供、息子たちも何々ではないっていう風になります。次に紹介するのはこの表現です。ちょっとね、ネタバレかもしれないんですけど、メンバーの、ね、中の呼び方、どうするかっていうのを決めるときに、ああでもないこうでもないって言ってるんですね。そしたら一人がこう言いました。 quedamos con privados
字幕ではそれがいいってなってます。まあ、まあもちろん正しくてすごくいい訳なんですけど、ちょっと解説するとこうですね。これね、スペイン語では非常に厄介な動詞として知られているケダール、残るとか集まる集合するとかいろいろあるんですが、例えばね、友達と使う時なんかもケダールコンダレダレ、例えばケドコンパブロだったらパブロと会うんだみたいなことの時にも使うんですけど、これケダモスコンシウダーです。シウダーですはまあ街じゃないですか。街に会う、ちょっとよくわかんないですよね。この時のケダールっていうのはどちらかというと保つとか残るという表現意味合いがちょっと残ってますというの残ってますってまた言いましたけど、これね、今回はシウダーです、この街で行こう、街のまま行こうなんですかね。これちょっと文脈がないとわかんないと思うんですけど、辞書にもしかしたら載ってない表現じゃないかと思います。これは結構、まあ、ネイティブなんかでも、あ、じゃあそれで行こうよみたいなの時にケダモスコンエソみたいな感じで言うので、辞書には載ってなかったと思うんですけど、結構使う表現なので、このケダールってまず辞書でいっぱい調べて、どんな意味があるのか調べた上で、まあこういう使い方もあるんだなっていうのをあの頭に入れておいてもらえればと思います。次、これはフレーズではなく言葉の紹介です。あの、人を説明する時の熱血感、熱血感って日本語だと熱い血の男ですね。スペイン語だとどういうかっていうとプラサングレカリエンテというみたいですね。プラ純粋な、サングレ血、カリエンテ熱い、熱いっていうのはこのカロールの熱いじゃなくて、熱いっていうのはあの熱いっていう熱いですね。これが熱血感を指すそうです。さあ、続いてのシーンはこちらです。字幕だと先に思いつけばよかったとなっています。これあのお腹だけだと聞いたことある方いらっしゃるかと思うんですけど、まあ、そうであってほしいなっていう願望を指します。そして動詞をつけるというのはこれ結構ややこしくなるので、ちょっとゆっくりめに説明したいと思います。ちなみにお腹の後につける動詞というのはすべて接続法活用です。そして活用の種類により願望の度合いレベルが変わってきます。まず実現性がある、実現性が高ければ接続法の現在形を使います。逆に実現性が低ければ過去形を使います。あの、過去のことじゃなくても過去形を使うんです。これは実現度の高さによって現在形か過去形を使うというのが決まっています。じゃあ過去のことはどうやって言うのって思いませんか。そう、例えばあの時そうであったらみたいな過去の、過去に起こったことなんで非現実的じゃないですか。非現実的な願望のことをどう言うかというと、接続法の過去完了形という活用をします。今回のセリフの活用がまさにそれで、オハラセメウビエラオクリード、この動詞オクリルセで思いつくという意味なんですが、このオクリルセにはあ、誰々人っていうのがセットになっていて、その人が思いつくということになります。例えばセメオクレだと私が思いつくっていうことになりますね。今回の場合はセメウビエラオクリードなので、アミ、まあ私ですね。したがって過去の実現性が低いというかなかったものなので、思いついていればなというところから、字幕では先に思いつけばよかったという表現になりますね。このね、お腹については、ね、図にした方が分かりやすいかなと思ったので、インスタグラムの方に投稿を載せておきました。あの、ね、合わせてご覧いただければと思います。次の表現はこちらです。テネラソンというのは直訳すると理由を持つとなり、それが正しいということになります。この表現は、ね、結構ネイティブが使うので、君の言うことが正しいねって言った時もティエネソラソンって言えちゃうのでね、楽ちんな表現で覚えましょう。続いてこちらです。これもね、簡単な表現なんですけど結構使います。クラロは明白なという意味なので、それでエスタクラロ、明白です、明白だろう、つまり分かった、いいなっていう使い方ができます。これもね、結構使うので覚えましょう。さあ、続いての表現、これね、この表現で付き合いませんか、恋人になりませんかっていうことを言うことができます。気になる方いらっしゃいますかね。はい、では聞いてみましょう。キルサレコミキルサレコミキルサレコミ、そうなんです、サリールコン人で付き合わないっていう風に、付き合いませんかっていう風に言うことができます。今回はキエレス、君は欲しい、サリールコンミゴ、私と付き合うを疑問で表現してますね。つまり僕と付き合わないっていう風に言っています。ちょっとね、上から目線なのが気になりますけど、もしかしたらキエロサリールコンティーゴ、私が君と付き合いたいとか、まあ疑問だとしたらプエドサリールコンティーゴ、君と付き合うことはできるかななんて言ったりするんですかね。それともなんて言うんですかね。ちょっとまあはい、次に行きましょう。続いてのフレーズはこちらです。この表現、言い方はね、とても丁寧な言い方で、実際私はもしかしたら使ったことないかもしれません。まあね、友達と話すときなんかは多分使わない表現ですね。
で、このセリアタンアマブレプラス動詞の原型で何々していただけませんかっていうね、丁寧な言い方になります。アマブレは優しいとか親切なという意味があるので、どうか親切に何々していただけませんかというところが来てるんだと思います。そしてダールウンパソは一歩前に出る、ウンパソが一歩なので一歩前に出るということになります。はい、ではこのシーン、この人の訛りが強いっていうのは置いておいて、これもねよく使う表現です。クラックとかは秀でた才能がある人とかある時とか、スター選手、スポーツのねスター選手なんかにもエスンクラックって言いますね。メッシとかロナウドとかエスンクラックって言いますね。他にもまあ似たような表現だとエレスのマキナーなんて言ったりもします。なんか正確に素早く物事を成し遂げちゃう時とか、エレスのマキナー、機械なのでマキナーなんて言ったりもします。このね次のグランデも似たような意味で、まあ文字通り大きいっていうのは体が大きい、まあこのお父さん体が大きいんですが、というのは置いといて、物理的に大きいのではなく、この偉大だっていう意味になります。エレスンクラークすごいな、さすがだ父さんって言ってるんですけど、このグランデは偉大だっていうことになりますね。これも結構使うので覚えておいてもいいかもしれません。そして次のシーン、まずね聞いてみましょう。プータマドレって言ってますね。これ結構使い方によっては気をつけなきゃいけない表現、まあプータが入ってるからなんですけど、この場合はめっちゃいいっていう意味で使われています。デプータマドレ、デプータマドレってめっちゃいいっていう表現なんですよ。プータが入ってるからなんかちょっと使いたくないなって感じかもしれないんですけど、これめっちゃいい、デプータマドレっていう風に言います。で、上で動詞オレールの匂いがするっていう動詞を使って、デプータマドレなんでいい匂いがする、めっちゃいい匂いがするっていう言い方をしています。次のフレーズです。En esa dulce paz antes de la tormenta. En esa dulce paz antes de la tormenta. En esa dulce paz antes de la tormenta. これね、字幕だと嵐の前の静けさとなっています。その甘い平和は嵐の前だったとなります。スペイン語の嵐の前の静けさっていうことを表現するには、本来ねこういうものがあるよっていうのを紹介したいと思って、これをちょっと取り上げました。なんていうかっていうと、 La calma antes de la tormenta ですね。日本語とね全く同じ言い方です。 La calma 静けさ antes 前に de la tormenta 嵐、なんでそのままの表現にスペイン語でも言うことができます。さあ次のシーン、特に、ね、字幕はついてないんですけど、デハメ、私を放っておいて、んパサール、通す、通る、つまり通してよということになります。部屋に入るときにね、入らせてよなんていうときにも使いますね。デハメパサールってね。で、以前の動画でセプエが入ってもよろしいでしょうかっていう風に紹介しました。でもね、このデハメパサール親しい間柄だったらこちらの方が使うかもしれません。自然ですよね、こちらの方がね。はい、続いてこちらを聞いてみましょう。この動画の最初の方ね、ニーとかプーター先ほどやりましたけど、ニプータイデアってなるとさっぱりわからないっていう表現で使うことができます。ニーイデアだけでもわからないっていう風に伝わるんですが、本当にさっぱりわからない、何言ってんだこいつみたいなとか、何なの全くわかんないっていう時は、ニプータイデアなんて言うとね、より伝わるかもしれません。これもねネイティブがよく使う表現です。次、この第1話スペイン語の紹介の最後にしたいと思います。ここでもプータが出てきました。この時はクソったれって字幕がついています。ちなみに、カゴはカガールで、まあ、するとか、そういう意味なんですが、直訳するとね、全く意味わかんなくなりますね。カゴエンラプータ、メカゴエンラプータ、メカゴエンラオスティアなんて表現は、畜生クソったれなんていう時に使います。ちょっとね、汚い表現なんです。物事がうまくいかなかった時なんかね、使って、たりします。まあね、よく聞く表現ですね。私はまあ使ったことないんですけど、はい。さあ、ラカサデパペル第1話のセリフを取り上げてみました。多分ねネタバレはもうしてないと思うんですが、大丈夫ですかね。でもう見たことある方はぜひねスペイン語に注目して、まあ今回取り上げたものではなくてもスペイン語に注目してもう一度ご覧いただければ楽しみ方が変わってくるんじゃないかと思います。ぜひご覧ください。そしてね、まだ見たことない方ぜひネットフリックスで見てみましょう。私と一緒に1話から見ませんか。これからね、この動画上がってる頃には第2話見てると思います。なので、ね、第2話の動画アップする前にこの動画見終わった方はネットリックスで第1話の本編の方をご覧いただければと思います。この動画良かったと思う方、高評価ボタンお願いします。そしてチャンネル登録がまだの方もチャンネル登録をお願いします。インスタグラムの方でも熟語の紹介等を行っているので、そちらも合わせてインスタのフォローよろしくお願いします。これからね1話のネタバレありの感想をちょっと語らせていただきますので、見てない方はこの辺でお別れです。見終わったらまたこの動画見てください。はい、
ここからはネタバレを含みます。どうでした皆さん、この1話見て。私ね、予告編も見ないでこの動画見始めたんですよ。なんで全く事前情報なかったんですね。まあ、タイトルと写真見ればなんとなくわかるかなとも思ってたんですが、まあ結構ね面白かったですね。まあタイトルだけだとちょっと傘でパペル、まあ直訳すると紙の家じゃないですか。ちょっとね、何のことだろうなーなんて思ってたんですけど、面白かったです。それぞれね、都市の名前つけて、お互いにね、本名も知っちゃいけなくて、深い関係になってもダメ。と言いながら、東京とリオ、リオで羽色ですね。リオは深い関係になっちゃいますね。最初から、1話から、それが明かされるという。だってね、もう、名前決める時からなんか見つめ合ってましたもんね。でもね、この1話の最後に、そのリオが撃たれちゃいましたよね。いきなり激しすぎません？綿密な計画を練って、5話くらいから突入するのかなと思ってたんですよ。造幣局に強盗するのかなと思ってたんですけど、いきなり1話で強盗入っちゃうし、ちょっとね、唖然としてます。強盗して、撃たれて、はい、終わりなんてことはないはずなので、これ長く続いてるじゃないですか。なんで2話以降ほんと気になります。キャラで言うと個人的にはプロフェッサーもいいと思います。なんか謎に包まれて、しかも頭いいっていうか、なんかもう綿密に長年運用した計画を実行するあたり、なんかちょっとミステリアスでかっこいいですけど、あのベルリンもね、皮肉混じりなんですが、この人心掌握術、これは嫌いじゃないですね。いいとまでは言わないですけど、ちょっと嫌いではないですよね。憧れるまでいかないですけど、なんかいい感じですよね。そしてそれが実行のリーダーなんていうのもね、ちょっとこれから目が離せない感じしますね。この動画が上がってる頃にはもう第2話を見て、まあ見てなんなら動画撮ってるぐらいかもしれないんですけど、本当に、ね、次2話以降楽しみです。皆さんもね、ぜひコメントとかで感想とかなんか書いていただけると、まあネタバレ書いちゃダメですよ。あの1話のネタバレはいいと思いますけど、僕2話3話って見るので、それのネタバレはダメです。消します、そしたらなのでコメントとかで感想書いていただけると嬉しいです。では2話以降もぜひお付き合いください。それでは皆さん、また今度。アスタルエゴー。